はい、こんにちは、こんばんは、アオイス。スーパーマリオ RPG10 回目だよ。はい、前回ね、ようやくね、ジーノ君をね、仲間にできました。天空の使者とかね、星を追う者とかいうなんかかっこいい肩書きついた彼ですね。ただね、その彼のこのスペシャル技、ジーノビームか。これがね、ちょっとタイミングが全然わかんなかったね。ボタン押しっぱにしてタイミングよく離せという感じみたいですね。じゃあ今回これを見極めて、行きましょう。行くぞ。ジーノがいないとちょっと寂しくなるな。あそうだね。ジーノ頑張れ。うん、相変わらずジーノ推し。やっぱり自分で作った人形だからね。うん。マリオのことなんかどうなっていいんだね。あ、止まってこうか、じゃあ。あ、お金なんかいいの。そうだね。君の息子に怒られたからね。根に持ってる。あ、じゃあ、キノピオがまた来るかも。来ないか。何これ？え？あ、知ってるこれ。ゼルダ？これ寝てんの、リンクじゃねえこれ。だよね。リンク、リンク、リンク起きて、起きて、起きて。リンク起きて、起きろ、起きろこの野郎。え、なんかすごい、スペシャルゲスト？マジか。あ、でも、君よりも、僕の方が、人気者なんだー。絶対そんなこと言わない。マリオそんなこと言わない。あ、でもなんか名残惜しいな。起きないかな？じゃ、ちょっと名残惜しいけど、うん。今日も元気にマリオが走る、走る、行こう。じゃあ、皆さんに話を聞いて、回ろうかね。やっと動けるようになったよ。また森へ、キノコ狩りにでも行こうかな。ちょっと怖いけど、そーっと近づけば大丈夫。じゃないよ、多分。また捕まるよ。本当に平和になったわ。ありがとう、マリオ。僕のおかげなんだ。絶対そんなこと言わないから。あ、おじいちゃん。良い孫たちを持ったもんじゃ。あ、孫だ。3人揃ってる。僕が運ぶ。かわいい。はぁ、間に合った。間に合ったんだ。よかったね。一人ね、止まってたもんな。これでおじいちゃんも楽に暮らせる。かわいすぎ。あ、おばあちゃんも。孫が無事に帰ってきました。きっとマリオのおかげなんだろうね。いや、そうなんですよ。いや、そんな恩着せがましいことマリオ言わねえから。やばいな。よかったよかった。これで、森に木を切りに行ける。よかったよかった。あ、人増えてますね。本当に平和になったわ。ありがとう、マリオ。いやー、とんでもない。僕のおかげなんだけどね。ダメだ。さっき山の方で大きな音がしたのは気のせいかな？え、これなんだろう。ちょっと気になるね。あと、ジーノの装備ですかね。あ、やっぱりないね。やっぱりジーノはさすがにパンツは履けないんだ。じゃあ、この、このかっこええ、ジーノのかっこええコートの下はやっぱ全裸？あ、いかんかん、ジーノファンはすごく多いらしいんで。うん。怒られますね。あ、戻れたんだ。やっと家に着きました。うん、家の前で固まってたからね、この人。まさか、矢に振られていたなんて。よかったね。あ、じゃあ、この、罪深いことをしてしまったおじさんのうちに、挨拶に行こうか。ありがとう。お、森の宝を見つけたんだな。その調子で頑張るよ。ごめん。うん、これパチールしちゃってごめんね。スイッチ？あー、もういたずらするなよ。よし、じゃあ行くか。これで心置きなく、次に進める。行くぞ！はい、じゃあ先行きましょうか。パイプダンジョンに、デュカっていうも行けるんだね。じゃあ先に、パイプダンジョン。なんか、そこはかとない、空き地感ドラえもんみたい。この土管で、ジャイアンがリサイタルとかしてそう。マリオも配管工なんで、職場へ、レッツゴーこの BGM は、2D マリオのクッパエリアだよね。これと戦えないかな？あ、いけた！前戦えなかったんだよね。バブル？あ、名前がバブルなんだ。開発がスクエアだから、ファイナルファンタジーのボムと間違えないのかな？あ、じゃあジーノビームせっかくなんで。やってこう。前はね、30しか出なかったんだよね。おしっぱで、おい、
どう？あ、やっぱ30しか出ないんだ。なんだろう、属性の問題かな。ちょっとわかんないね。あ、じゃあちょっと彼が何を考えてるのかちょっと見ときたいんで。何かの？お、火の玉の考えてることは。メラメラとか。はい。あ、ズバリメラメラ当たってた。それだけかい。まあ火の玉だしね、それぐらいしかないか。物理。あ、強い。138。よっぽど強い。G の強いな。ビームは何だったんだ、一体。は？は？はい。もう行っちゃうか。こういう敵には効くのかな？ G のビームは。はい。どうでしょう？やってみよう。G のビーム。はい。ちょっと遅かったか？ 128。普通だな。普通だな。あくまでも普通だな。これなら、うん。通常攻撃の方がいいかな？特殊な敵には効くのかな？なにこれ？なにこれ？ちょっと待って。今潰すやついたね。よくお馴染みのやつ。ちょっとこれにも。早めに。130強いな、やっぱり。やったね。マリオも。みんな物理だ。なんか前の前のエリアの弱い敵しか出てこないね。どうした一体これと戦いたい。あー、戦えない。おなじみの押しつぶすやつだよね。あ、フラワーが出てきた。いける。パックンフラワーだよね。じゃあ普通にちょっと遅れた。22か。じゃあ、フラワーが何考えてるのかもうちょっと知りたいよね。何考えてんだろう。頭の中はやっぱりお花畑かな。はい。なんだろう、最近いいことがないな。なるほど。やっぱりパクパクしてるから警戒されてるんじゃないよ。誰も口の中に黙ってても入ってこない。あ、いってよっしゃ。ね、昔だったらね、パクパク入ってきちゃったけど、勝手にね。今はそんなうまくいかないよ。ダメか。うん。パックンフラワーにとっても世知辛いね。ここ行こうか。お、コイン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 。あ、それも取りたい。どうすんのこれ。あ、入った。やった。戻れない。戻れない。なんで戻れないの？ちょっとも。あ、しまった。行っちゃった。どうしよう、これ。さっきのここですかね。心残りが。あ、これだね。どうすんの、これ。あ、出た。なるほど。ちょっと待って。お、すごい。隠しがすごい。あ、フラワー出た。カエルコイン。カエルコイン。やった。あ、これで心置きなくいける。やったね。わ。あ、また入ったね。なになになに。どなた？亀っぽいね。違う。亀じゃない。この手は、モグラだね。おう、こんなとこまでよくさ来た。これからの時代、叩くのはクリボーだ。一回10コインだ。やるか？クリボー叩きみたいな？ミニゲームかな？やるやる。やる。ルール知ってか？知らないよ。クリボーを叩けば1点。トゲヘイ叩けばマイナス1点。なるほど。金のクリボーを叩けば3点だ。20点以上取れたら、商品やるだ。もう一回言おうか？もう大丈夫。トゲヘイ叩いたらマイナスになるんだ。なら、真ん中に立て。え？ちょっと待って。ん？あ、なんか横行けないんだけど。え、なにこれ？あ、横行けないんだけど。横行けないんだけど。ちょっと、
横なんでいけないの？横いけない。え、なん、え、ちょっと待って。ちょっと待って。え、ちょ、横いけないんだけど。ちょっと待って。あ、1点足りなかった。え、もう一回やるわ。悔しいな。いや、これ、マジで難しいっすね、これ。3回目なんだけど、全然うまくいかない。ちょっと。ちょっと、縦軸だけで行くしかないな。横軸難しい。うまくいかねえ。あ、いつの間にか27点いってた。意外といくんだな。横軸諦めたのが良かったかも。頑張ったな、これ。商品だ。またやってけね。何もらった？ちなみに次は29点目指せや。無茶言うな。あ、フラワーカプセルもらった。やったね。じゃあ、とりあえず、今回こんなもんでいいかな。また来れるかな？これはスルーかな？スルーしてこう。植木鉢あるな。スルーだな。はい。おー、ちょっと待って。これなんだ？これなんだろうな、これ。これ、戦いたい。え、なに？え、なに？金取られる？え、どういうこと？戦えない？無理だね。逃げよう。え、何あいつ意地悪。あ、フラワー取った。これもダメだよね。逃げよう。あ、なんだこれ。あ、いて、だって嘘嘘。金を落とすな。え、これ取りたい。うわ、ちょっと、どう。え、絶対落ちるじゃん、これ。ちょっと、横。あ、なくなった。結果的に損したね。いやー、ひどい。あいつひどい。お、出れた。セーブポイントあって。じゃあ、なんだろう。あ、なにこれ。ヨッシーじゃん。ヨッシーヨッシー。出てる出てる出てる。言葉わからんのかな。あ、ヨッシーの卵だ。ヒヨッシー。出てる出てる。なにこれ。ゴールって書いてある。レースでもやるのかな？ヨッシーレース。すごい。あ、喋った。ヤンマリオ、ヨースター島へようこそ。この島では今、かけっこが大流行り。ところが困ったことが起きてるんだ。とにかく、みんなの話を聞いてあげて。え？みんなの言ってることがわかんない？うん、出てるしかわかんないね。じゃあ僕がこの島をご案内しよう。僕に乗ってごらん。乗るの？あなた、出てる。たたたた。あ、なんか、紫、ヨッシー？ワッシー？うん。クッキー持ってこないと、かけっこしやんないぞ。そうなの？見ちゃうな。君知らない？かけっこしていればつまんないことなんてないさ。ヨッシーらしいな。みんなで一緒にかけっこすればもっと楽しいのにな。出てる。出てる。かけっこが一番早いワッシーが威張ってるんだ。あ、さっきのやつね。ワッシーは1対1でしか勝負しないからみんなでかけっこができないんだ。困ったなぁ。よし、今日はワッシーにかけっこで勝てそうかい？うん、いや、うんって言っとこう。じゃあ僕のクッキーをあげるから頑張ってね。ヨッシーのクッキーか。ありがとう。今日は強い味方がいるからきっと勝てるよ。僕のことかい？ヨッシーはクッキーをもらった。どういうことだろう。ミニゲームかな。またクッキー持ってきたよ。クッキーを持ってきたな。しょうがない。相手をしてやろう。特別だぞ。もちろん1対1でな。何すんだろう。
説明またまたこんにちは。今度はヨッシーレースです。説明を聞きます。はい。音楽のリズムに合わせて、え、リズムゲー？ A ボタンと B ボタンを交互に叩いてください。リズムに合えばヨッシーが速く走ります。どういうことだろう。レース中 Y ボタンを押してクッキーを使うとさらに速い。レースに勝つとクッキーがもらえます。うん。クッキー使ってまたクッキーもらうの？いい、いい。え、練習してみましょう。リズム合わせて ABAB ですよ。え？難しい難しい。ちょっと絶望なんだけどこれ。その通りって、竹本ピアノじゃないよもう。じゃあレースに行ってみましょう。無理だなこれ。ズバリ無理だな。え、どういうこと？わし今日も負けないからな。もうか。リズムは？なんか知らんけど勝ったぞ。やったリズムに合わせればいいのか。なんだ、威張ってる割には遅いな。ワッシーすごいじゃん。ワッシーに勝っちゃったよ。ヨッシーが今日から一番偉い。いやいやいや、そんなこと。ゲ、お前いつからそんなに速くなった。僕のおかげさ。しょうがない。今日からお前が威張れるぞ。威張るか。好きな相手を選べよ。なるべく遅いやつを選んだ方がクッキーを巻き上げやすいよ。そんなことしねえよ。うん。僕は偉くなくてもいいよ。みんなと楽しく結構ができれば、それでいいんだ。さあ、ワッシーもみんなと一緒にまたか結構しよう。よし、今度は負けないぞ。平和になった。そうだ、これが8分のクッキーだ。なになに？なんかもらった？かけっこで一番になれたし、みんなでかけっこができるようになったし。マリオありがとう。いやいや。あ、俺と言っちゃなんだけど、これ持っていって。ヨッシーのクッキーをもらった。やったヨッシーのクッキーか。ゲームボーイのやつはやったけど、うん、ファミコン版も最近買ったけど、うん。それと違うか。パズルゲーね。今度はマリオがバトルで困った時、これを使って僕を呼んでね。え、バトルアイテムなの？きっと役に立つから。使う使う。よし、来てくれるのか？アイテム。あ、アイテムが、アイテム枠が。あった、ヨッシーのクッキー。バトル中ヨッシーを呼び出します。やったね。楽しい、楽しい。急に楽しくなってきた。はい、ということで、さっき1000ポイントあったんで、今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。幸せ、ヨッシーに囲まれて。